ダーネの戦い、ダーネの戦い、ダイの戦い、バトルオブダウンは、1805年4月27日から、同年5月13日にかけて行われた、第一次バーバリ戦争における、唯一の陸上での大規模な部隊同士の衝突による、戦闘。プレスリー・オーバノンを隊長とする7名の、アメリカ海兵隊の文献隊及びアメリカ、合衆国側の理念に賛同して、 傭兵の募集に応じた約500名のキリスト教徒及びイスラム教徒で構成された部隊が、トリポリ側のハッサン米率いる約4000名のバルバリア海賊の部隊との間で、トリポリ側の根拠地であったデルナをめぐる戦いを繰り広げた。戦闘の発生当時、この町はダーネもしくはデルネと呼ばれており、欧米の歴史書において、 この戦いを取り上げる際は、当時の町の名前がそのまま使われている。なお、この後、アメリカ軍がトリポリ市外へ突入する前に、トリポリ側が講和に応じたため、事実上の最終決戦となった。オスマン帝国の独立再三州であったトリポリとの海戦に伴い、制裁を加えるべく出撃したアメリカ海軍であったが、海上封鎖と艦砲射撃によって、 トリポリ側の根拠地の制圧を試みたトリポリ港の井での作戦行動はトリポリ側の地の利を生かした強力な抵抗によりフリゲートを失うなどの損害の割には成果の少ないものになっていた以前からトリポリ側の支配者階級における不和に目をつけていた前在中に住アメリカ合衆国領事でアメリカ陸軍のウィリアム・イートン将軍はより直接的な解決のため 艦隊に同行していたアメリカ海兵隊の文献隊を陸路で派遣して、トリポリ側の根拠地を占領するほか、前のパシャで弟のユサフカラマンディに地位を乗っ取られ、エジプトに亡命していたハメットカラマンディを担ぎ出し、政権転覆を格索する作戦を提案した。この時イートン将軍は100名程度のアメリカ海兵隊の派遣を派遣艦隊の司令官であった。 サミュエル・バロンに要求したが、7名しか派遣が認められなかった。1804年11月、プレスリー・オーバノンを隊長とする7名のアメリカ海兵隊の文献隊は、イートン将軍と共にエジプトの港町であるアレクサンドリアに上陸した。アメリカ海兵隊のここでの仕事は、エジプトに亡命していたハメット・カラマンリを探し出すほか、ハメット・カラマンリに協力し、 アメリカ合衆国側の理念に賛同する現地の志願者による傭兵隊組織することであった。多少の手間は要したものの、アメリカ海兵隊はハメットカラマンリを探し出し、ハメットカラマンリの人望とアメリカ海兵隊の努力により、約500名のキリスト教徒及びイスラム教徒による雇い隊を組織することができた。ハメットカラマンリを探し出し、 約五百名のキリスト教徒及びイスラム教徒による傭兵隊を組織したアメリカ海兵隊は傭兵隊と共に正常期を先頭にしてトリポリ川最大の根拠地であるトリポへ向けて行軍を開始した。この行軍は千キロメートル近い距離の砂漠を越えるものであったが当時の通常の対象であれば二週間程度で踏破できるものであった。しかし、ユサフカラマンリに加担する 各地域の族徴による妨害の内部においても、キリスト教徒とイスラム教徒の対立に近する傭兵同士の喧嘩や物資輸送に雇ったら下使いたちのストライキなどのトラブルに遭い、プレスリー・オバノンはこれらのトラブルを解決しながら進んだため、砂漠を越えるのに45日間かかっている。また、行軍にあたって隊長のプレスリー・オバノンが沿岸の経路を取ったことから、 アメリカ軍地上部隊は、アメリカ海軍による補給等の支援を随時受けることができ、本格的な戦闘に突入する直前の1805年4月25日まで、アメリカ海軍の艦艇から補給が行われた。1805年4月27日、トリポリ川の根拠地である、デルナに到達したアメリカ海兵隊は、洋兵隊と共に攻撃を開始した。 アメリカ海軍の艦艇による艦砲射撃の援護もあって、アメリカ海兵隊と洋兵隊は攻撃を開始したその日のうちに市外へ突入した。アメリカ軍が地上部隊を陸路で派遣したことを、配下の属長等からの報告で、すでに把握していたユサフカラマンリは、トリポリまでの工程の途中にあるデルナへの襲来を予想し、デルナ防衛の援軍をトリポリから派遣したものの、 間に合わず、アメリカ軍の九州に浮き足立った、トリポリ川は総崩れになった。その日の午後4時までには、アメリカ海兵隊と洋兵隊が、デルナにおける、トリポリ川の守りの要であった要塞を占領し、デルナの市街を制圧した。この時、プレスリオバノンは、自身の危険を顧みずに占領した要塞の上で、正常機を取り出して振っている。その後、 プレスリー・オーバノンの率いる部隊は4月28日に到着したトリポリ側の援軍による反撃にあったものの後発のイートン将軍ほか2名の率いる約800名の傭兵隊が到着するまで持ちこたえことにより5月13日までにトリポリ側は撃退されデルナを完全に確保したこの戦いの結果アメリカ軍が トリポリ側における最大の根拠地であるトリポリに迫る勢いとなったため、ユサフカラマンリは今までの強硬的な姿勢を軟化させ、トリポリ港の戦いにおいて座礁して打破されたフリゲートの乗組員の身代金6万ドルと引き換えに今後アメリカ合衆国の船舶に対して通行料を課すことなく安全な航海を保証するというメリカ合衆国の要求を承諾したため、 1805年6月10日、講和条約が締結され、第一次バーバリ戦争は終結した。また、この戦いは、アメリカ海兵隊にとって、初めての海外派遣での本格的な戦いであり、決定的な戦力差を覆して、勝利を収めた、プレスリー・オーバノンの指揮官としての功績とともに、海兵隊参加の歌詞、ツー・ザ・ショア o r e s of t に反映され、 今日に伝えられている。なお、戦場で直接指揮を取った、プレスリー・オバノンは、この戦いの後、ハメット・カラマンリから、その勇気を称えられて、ハメット・カラマンリ個人の所有物であったマムルーク圏を、賜ってい。この時、オバノンが、カラマンリ殿下から賜ったマムルーク圏を改良した、ものは、M1875 として採用され、一時期を除く現在に至るまで儀礼用の範囲に、 とどまらず、戦闘用の使徒も含め、アメリカ海兵隊将校の正式装備品となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。